中年なう、浅川図です。くだらないもの工房の匠です。ということでね、えー、匠くんのこのね、引っ越し話をしてきましたけれど、はいはい。賃貸かね、家を買うかっていうのは本当によくね、家かですね、ずーっとこの答えの出ない <laughs>、まあバトルなわけですけれど、うん。まあそんな中ね、アパ社長の対談みたいなのがね、あったんで、それがちょっと面白かったんでね、今回話してみたいと思うんですけど、はい。 私たち R25 世代が、このね、アパの社長さんのようなお金持ちになるためにはどうしたらいいでしょうかっていうふうにね、質問したんですけれど。ほうほうで、これね、社長さんが今、あなたどこに住んでんのって言ったら、夫と一緒に賃貸のマンションで暮らしてますと。うんうん、で、そしたら、家買ってないなんて全然ダメよと。<laughs> あなた何のために仕事してるのと。<laughs> 家買った方がいいよっていうのはわかるけど、うん、こいつの言い方は嫌ですね。すげえ上から来るんだね。<laughs> で、 えー、失礼だけど、そんなの、大屋さんの財布にお金を入れるために働いてるようなものよと。ああ、なるほどね。持ち家派はこのパターン多いんだよね。その、大屋さんに貢いでるのが嫌だみたいな。ああ、それはちょっと分からんでもないな。結局自分のものになんないっていうところが一番のね、この大きい。まあ、レンタルですからね。まあ、言うてもレンタルだからね。で、ちゃんと家を買って、 で自分の財布にお金を入れないと宿泊りですら自分の家を背負って生きてるんだからと。宿泊りは金払ってねえだろ。<laughs> <laughs> 一緒に住んだ。で家を買うとは地球上に点を打つということと全部が変わるわよと。 自分の城を持つのは腹をくくらないとできないと。仕事のエンジンのかかり方も今までと全く違いますと。えー、今の年収倍、えー、稼いでやるぞっていう。まあだから家を買うと覚悟ができるわけだな。当然ローンも組んだりするわけだからまあそうですよね。俺それができないですね。 家っていうか、その、隣人ガチャみたいなのもあるじゃないですか。まあこれだ、外した時のね、その、失点のでかさもあるからね。そうそうそう。点打ったはいいけれどさ、めちゃくちゃ変なとこに点打っちゃったらもう、ね。ね取り返しつかないですからね。<laughs> で、その生活する場所だけじゃなくて、やる気や信頼も買うってことなんですねっていうことで、この柏木さんはじゃあ、ちょっとずつ貯金して子供を授かったタイミングで買おうかなって言った途中で、そんなのもう遅いと。 <laughs> <laughs> <う>みんなそうなのよと結婚とか子供ができたとか自分が欲しい時に家を買おうとするでしょうとだからお金が集まってこないんやとや急に関西弁出てきたけれど <laughs> 結局だから家を買うのは早い方が得だっていうふうにこのアパ社長は思ってるわけだね。<laughs> はあはあはあ ただ、その、まあね、俺の知り合いにもいるけれど、20代ぐらいでローン組んで家買ってっていうのはいるけれど、うんうん、それで結婚もしないで一人暮らしの人もいるし。<laughs> まあ、いますね。何のために家買ったんだろうって思うパターンあるし。いるし、あとは俺の友達だと家買って、結婚して家買って、 でえー、と子供3人できて<ー>、えー、その後離婚したやついますけどそ、ね、そうなんだよそのパターンもあるんだよね。うん、家買って持ち家持ってから離婚するパターンあったりするから、うんうん、なんかね、その予定通りにいかないというか、その打った点が全然予定通りにその機能してないというか。うんうん しかも俺その、あれが嫌なんだよ。ローンってのがものすごい嫌なんだけど。わかるわかる。俺もそれなんだよね。一番の理由は結局借りてんじゃねえかっていう。理屈としては払い終わったら自分のものになるし、まあ家族がいれば家族に残せるっていうのはわかるんだけれど。うん、どうまずさ、俺と匠くんその、まあ現時点では結婚してないわけじゃんええ。あとまあその子供を持つ予定がないわけじゃんないですね。ってなると、自分が家を持つ理由って って、すごいやっぱ下がっちゃうんだよね。そうなんですよね。だって自分がいなくなった時に。<laughs> そ,うそうそう。うどうすんのよっていう。なんかあんまりそのお得ではないかなっていう。そうなんですよね。なんかさ、その自由にできるのは羨ましいと思うんだよね。その DIY とかでね。はいはい。それは今自分が実家暮らしだからすげー感じてはいるんだけれど。うん。なんか、よっぽどその何、何安かったりとか条件がいいのが見つかんない限り無理して、 そのいい家を買おうとは思わないかな。少なくとも、なんかその、ローン組んでってのはちょっとないかな。ななそう、だから、これ言ってくるんであれば、その、持ち家買うと補助金がめっちゃ出るとか、うん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 。 本来の額よりも全然お得に買えるっていうんだったら全然ね、ローン払ってでも欲しいなって思いますけど。うん、そうだね。うん、そこまで魅力を今んとこ感じてないんですよね。で、中にはこれコメントで、いや実際ね、賃貸の方がお金増やしやすいよって言ってる人もいるし、うん まあ確かにこの家は買ったはいいけど、固定資産税とかいろいろね、リフォームとかお金かかってくるから、1回買ったらそこからあとはただだよってわけにいかないからね、そうなんですよね、うちの実家とかだと、家建てたけど、その土地代が別だから、土地代はずっと払い続けて、結局それがまあ家賃とまではいかないけど、家賃の半分ぐらいを毎月払ってたみたいなのもありましたもん、ね、ああ、そうなんだ。 うん。まあ最終的にはその土地ごと買って、あの、今の実家のところは全部自分のものらしいんですけど。たまにその、中古の家とか見ててもその土地代別の物件とかあったりするよね。そうなんですよね。借りてる土地の上に家が建ってるってことだよね。まあそういうことですね。そうだね。この <laughs>、あとね、これまあ他に書いてる方は、うん、家を買わないは大家のために働くだけど、 家を買うは銀行のために働くと。<laughs> 結局、振り込み先が違うだけですからね。ローン組んだら、まあ、そのね、銀行のために働いてる感はあるよね、利子がね。ですよね。下手したら、そのな、1000万ぐらい利子で払ってるっていうパターンもあるからな <laughs> なくはないですからね。結局、持ち家もローンが完済しねえと、資産になんないといか、もともとは負債から始まってんだよね。うんうん、ローンがあるとね。 そうなんですよ。それが、なんか借金があるのに、な別のものにお金使っちゃってんのが、すごい、なんか嫌なんですよね。結局さ、じゃあ家も50年ぐらい経ったら、ちょっとリフォームしね、建て直ししねえとなっていうのが出てくるとなると、まあ、賃貸とかでもいいのかな。<あ>賃貸のいいところはさ、新しいところに引っ越しできんじゃん。あ、そうなんですよ。<laughs> 結局、ねまあ要は、なそのまま捨てて新しいところ行けるから。 それこそ宿刈りみたいにいけるわけですよ。たださ、まあ、それが気軽にできてりゃいいんだけど、今回の匠くんみたいな問題がぶち当たった時に、ちょっと嫌なんだよね。ちょっとめんどくさいですね。年取ってきたりとか、その独身がネックになってきたりとか、うん、保証人の問題がってなった時に、めんどくせえから家買っちゃっとこうっていう人は、まあまあ、ちょっとわかるんだよね、その気持ちは。うん、いや難しい。難しいね。ね どうするか浅川さんは家を新規で建てるとか俺は今、そのもう実家に落ち着いちゃったからあれだけれど、うん、不動産を見るのは好きは好きなんだよね。ああ、はいはい。ここに住んだらこういう生活をしようっていうシミュレーションをして終わっちゃう。<laughs> あなるほどね。<laughs> 今回ね、俺が引っ越すところも浅川さんも探してもらったところなんでね。そうそうそう。なんか、ああ、近くに、うん、こういうのがあってこういう生活ができるなっていうのを頭の中で考えるのは大好きだけれど、うん 実際にそのね、やっぱ、家 <laughs> 買って引っ越すってめちゃくちゃめんどくさいから。<laughs> <laughs> 今回のとはほんとめんどくせえなってなってますからね。これまあ、田舎に住んでる人だったら共通の悩みというかあれなんだけれど、結局まあ車がないと生活できないところに住んでるわけじゃん、うん、そうなんですよね。あの、田舎の人が車に金かけるのちょっと気持ち分かってきた。<laughs> <laughs> 結局、家に金かけるより車に金かけた方が快適な生活が送れる可能性あるんだよね。なるほどね。<laughs> 移動中が快適だったらなんか別に引っ越さなくていいよなって思っちゃうっていうか。<laughs> <laughs> なるほどね。これだからマジで自動運転が出てくれると俺マジで高くても1000万ぐらいでも買っちゃうかもしんない。<laughs> そんなにえ、だってもう移動できる空間じゃん、それって。ああ、まあね。まあその間何やってても OK と。そう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 。空間を買うそのまあ不動産を買うぐらいの気持ちで自動運転車買うんだったら全然ありかなって思っちゃうかな。なるほどね。 うん、まあ、いいとは思うんですけど、結局それも燃費かかったりなんだりまあまあまあね、維持費はね、そう、これはもう車は本当維持費との戦いだからね。ねえ。だから、俺もその引っ越したら車ね。 そのうち買わないとなと思ってるんですけど、維持費考えると馬鹿にならないですからね。特に今ガソリン高いからね。うん。EV とかもあるから、その電気の方が安いとは言われてるんだけれど、うん、あ電気自動車、自動車でまたね、その弱点があるからさ、いろいろ。航、うん、続距離短いだの、なんかその高速だと逆に、あの、電費っつんかな。電費が悪いっていうしああ、電費っていいのか。はははは だったりするから、その辺はね、いろいろ一長一短なんだよね。なるほどね。まあまあまあ、ただ、匠くんも車絶対必要になってくるだろうから。ね。まあしばらくは実家の車ちょっと借りてやることになりそうですけど。今回でもな、匠くん、その、田舎の方の一軒家に,に賃貸で借りるっていうのは初体験でしょ、でも。初ですね。これがだからな、どれぐらい快適なもんかっていうのはすげえこの1年後とか2年後にね、また話聞いてみたいっていうか。うんうん それ聞いて、俺参考にして、俺もマジで、あの、一軒家、うん,うん、引っ越すのはちょっと考えようかなっていう。<laughs> まあ、俺も、その地元というか、その足利とか佐野とかで一軒家のその賃貸の物件とか、なんとなくそのチェックはしてたのよ。ははは猫とかも飼えるところあるからさ、そういう場所だと。はいはい、やっぱさ、俺の場合、そのペットの問題もあるから、うんうん、なかなかちょっとこう、手を出しにくいところがあったんだけれど、意外とやっぱり、あの、一軒家で緩いところは猫 OK のところあるから、 うちのね、ところも、うん、あの、家賃プラス、いくらとかで、ペットオッケーみたいな。敷金を、あの、積み増しで、ペットオッケーのところもあるからね。ね、ありますから。そういうところだったら全然オッケーだろうし。俺前住んでた東京のところはそれがオッケーだったのよ。別にそれでね、なんか猫が引っかいちゃって、柱がどうってもなかったからさ。 う,んうん、うちのその時飼ってたみーちゃんすげえお利口な猫だったから全然そういう悪さしなかったからしっかりした猫だったから出てく時に何にもその猫がなんか汚した的なところはなかったからよかったんだけどただね猫によってはいろいろこう引っかいちゃったりなんだりっていうのはあるだろうから、ね、結構ボロボロにしちゃう子いると思うんでっていうところでねまあこれは本当答えはないんだけれど、うん、自分がどっちに向いてるかっていう話で言うとまあ匠君は賃貸っていうところに落ち着いた <と>っていう感じです。でもそれがね、埼玉のそのマンションより家賃安くて一軒家だったらそっちの方がまあ、なんかいろいろ良さげな気もするしいろいろきそうだし、まあね、ちっちゃいけど庭あるんで。ああ、そうだね。そうそう、バイクとかね、あの庭キャンプとかももしかするとできるかもしれない、ね。<laughs> <laughs> いいじゃんね。キャンプしてる気分が味わえるもんね。うん、テントとか持ってるからね,ね。テントだけ張って、外でね、バーベキューコンロでこうやれば。そたくみくんさ、それバーベキュー用のやついっぺん持ってんだから、うん、庭でやって、 そそっち系の動画も撮れそうじゃんね <laughs> 本人めっちゃ出ちゃいますけどね <laughs> 出ちゃうけど俺も一時期撮ったけどその七輪みたいな動画とかはねあはいはい、はい、その外で焼肉ができたりとかそういうのはねいいよねうん外で軽くあとほらあのー、ハッピーさんがやってたタンドールとか、ね、ああタンドールめちゃくちゃいいじゃんねあの辺とかもちょっとやってみたいんでみんなで何パーティーだな <laughs> <laughs> まあまあそれをやるためにはちょっと庭のね草とね かかがすすごいと思うんでその辺を、ね、<laughs> 全部きれいにしてからですけどまあある程度落ち着いたらやりたいですねそういうのもそんな感じでね、まあ、今回はねちょっとアパ社長のこの家買いトークっていうことでうーん若いうちに買った方がいいよっていう人もいればまあうちらみたいにうーんなんか別にそこまでっていう。 気はするかな。ねうん、うちらの方が気楽だとは思います。まあ、覚悟やら何やら、ポジショントークやら何やらって全部こう混ざってた上での発言だと思うんで、うんうん、そうだな。まあ、子供いるんだったら家欲しくなるんだろうな、やっぱな。なあ、まあね、なんかやりたいこともこういう家だったらいいのになっていうのがどんどんなってくると、やっぱあった方がいいでしょうけどね。あとやっぱあれだって、子供部屋が必要になってくると、やっぱ家買おうってなるみたい。ああ、この埼玉のところは一応この物件がまあ、ファミリータイプじゃファミリータイプ。 タイプなんですよ部屋、うん、数多めでただまあ子供いるところはうるさいですね <laughs> その問題もあるよね騒音の問題ねもうめちゃくちゃうるさいのでもう俺はとっとと出ていくぞと出てくことができるんでよかったなということで、はい、まあ今回はねこのアパ社長のねこの、まあ、家を持った方がいいよというねお話でございました だらないものの工房の匠です。VR チャットっていう今メタバースやらないやら言われてるやつですけど、えー、それの入り方がわからないっていう人のためにですね、えー、座学2時間の実習1時間たっぷり3時間の、えー、入門コースを作りましたので、えー、興味ある方はちょっとこちらまでご連絡くださいよろしければチャンネル登録お願いします